じゃあライブモニターの方いただきましょう。 1P 側が霊血バルログ、対する 2P 側が花丸木のサガット。さあバルログ、なかなか見かけないキャラクターですが、さあこの組み合わせ、まあ当然火力の差はサガットなんですけど、まあ意外とサガット使いの人から言うとなんかバルログめんどくさいという意見も聞くので、ほうほうほう、さあしかし爪が剥がれる、さあこれ爪が剥がれるともうバルログ、おー辛いですね。さあ画面端死なないんじゃないかなこれ。さあ生きてる。さあ爪を取ってワンチャンス、おーっとー、誘い方がうまい、これは連携うまい連携。さあこれは連携2人してる。さあこれは冷血、爪を取りに行かなかったのが大正解、うんうん、そして仮面が外れてると攻撃力が若干上がるのでね、さあなかなかうまかったですね今。なるほどなるほど。さあしかし体力大きくリードされてしまっている状態。さあ今のもセービング見てからの EX のバルセロナ、これなかなかいい反応ですね。おお、さあ、おお、セービング確認してるのかなこれ。さあ冷血、わあこれは冷血が決めました。勝ったのは冷血バルログ。さあバルログあまり強くないというお話を伺っていたんですがね、これは本当